こんにちは、日本海学と奥津澤です。こちらですね、こんな本になる、まあこれ印刷なんですけれども、本現物はまだ来てないんですけれども、河野太郎の本ですね。おけいはん様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金や出版費用に充てさせたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様のおかげで河野太郎に訴えられました、自費出版の運びとなりました。だいぶ赤字こいちゃったんですけれども、あと自費出版なんで、これが売れても私が儲かるってことはないんですけれども、皆様のご支援、だいぶ助かりまして、出すことができました。 Amazon で予約開始、しました。動画説明欄もっと見るをクリックで、予約ページの URL が現れます。そちらで何卒ご予約ください。発売開始されたらですね、最寄りの書店にも置いてくれってリクエストできるそうであります。あとですね、できたら地元の図書館にも置いてくれるようにリクエストしてくれると嬉しいであります。特に河野の地元の神奈川中国の図書館にしれっとこれ、置いてあったら笑っちゃうよね。で、地元だから関心も高くて、見る人いるんだろうしね。現在第3回まで進んだ裁判非公開の模様と、双方の言い分や準備書面や裁判文書、あとネットの皆様のコメント、ツイッターやら2ちゃんやらのコメント、こちらの分量かなり多いです。可能な限り載せました。自分のコメントを探してみるのもいいかもしれないですね。あ、これ俺書いたやつだなんていう人もいらっしゃるでしょう。現職大臣で、しかも総理候補が一般人を民事の名誉毀損、これ刑事の名誉毀損っつったら、重大な名誉毀損ってことで、そうはならない、民事の名誉毀損、これは誰でも訴えられますからね。で、訴える史上初の珍事をテレビ新聞はどっこも報道しておりません。この異常事態の、コロナの異常だ、拡散にご協力ください。よろしくお願いいたします。今日9月6日、悠仁殿下18歳におなりになりました。男性の成年皇族誕生は父君以来39年ぶりの慶事であります。左翼と学会に目の敵にされてお気の毒であります。悠仁殿下は18歳になっても選挙権もらえないんですよね。与えられないっていう人権侵害もあるんですけれども、皇族にはまあね、車のナンバーや名字と同様にですね、君として選挙権を与える側だからっていうことも考えられるんですけどね。皇室の車にナンバーついてない、これは民にナンバーを与える側だから。皇室には名字がない、これは民に名字を与える側だから、という理屈でないんだそうであります。そういえば居住地選択の自由もね、原宿住みたいとかもわがままも許されない、職業選択の自由もないんだわね。俺は将来作曲家で食っていくなんていうことも、できないんですよね。なんか気の毒ですね。窮屈で、渋谷の路上で見ず知らずの20代女性の後頭部を後ろから切りつけた中国人男19歳を現行犯逮捕、人を殺したくてやった、殺す気満々ですか、殺人未遂だなって言ってるみたいであります。世論です。自民党の日中友好の成果、また岸田の宝か、代々木ってことは共産党の関係者かな、国籍特定してなんで実名出さないの、顔写真と名前公表しろよ、マスゴミは隠蔽するな、 NHK 中国人の引き入れ役が公明党と噂になっていた、本国でやれよそういうのは、普通に大ニュースだろ、帰国すれば抗日英雄だと周囲がもてはやすんだと、切りつけられて怪我された被害者の早いご回復を願っております。一部ニュースではですね、日本人を殺したくてであったが、どっちが本当の、人を殺したくて、日本人を殺したくて、これはだいぶ意味が違ってくると思うんですけれどもね。非常に短い産業報道で、この殺人未遂中国人が留学生なんだか滞在者なんだか実習生なんだか永住者なんだか全然わかんないんですけれども、名前も出ないってことは精神疾患で不起訴になるって可能性もあるって
いうことなのかな、それともいつものマスゴミ仕草なんでしょうか、気違い反日教育のせいでですね、日本人を害して英雄になりたい、もてはやされたいっていう傾向が田舎行くほど強いそうであります。田舎も困りましたね。何の権威もない中国共産党という山賊が暴力で国を乗っ取って好き放題、やってるっていう、それが中国っていう国の状態、実態ですね。まあどう考えてもまともな国じゃないんですけれども、中国人あっても中国共産党だからな、そんな中国共産党でもね、この民にしてこの政府ありって言うんだよね。民度的に中国人って暴力で支配されるしか国にならないのかもしれないですね。伊豆市のスーパーでメロンや生活雑貨など約1万6000円分を箱に詰めて万引きしようとした韓国人男69歳を逮捕。盗んで食べようと思った。身も蓋もないこと言ってるみたいですね。優しい静岡放送、名前を報道せず。これもですね、弁償しますっつって、倍額弁償します、3万円5万円10万円これで勘弁してください、被害届取り下げてくださいって、スーパーがいいよって言ったら不起訴になっちゃうんですね、これね。世論です。強制送還しろ。また韓国人ですか。なんで名前を報道しない。正気を疑うぐらい堂々としてるな。こういうのってなんで日本にいられるんだろう。国外退去処分で禁錮刑は永住資格剥奪じゃなかったか。韓国政府は謝罪と賠償を。韓国大統領府にメロン泥棒の像を建てろ。万引きも繰り返すと罰金とか執行猶予じゃなくて実刑になりますよね、窃盗でね。そうすると永住資格が剥奪になると法改正されるそうなんですけど、いつから施行されるんでしょうね。こういう法改正は何より優先させて早くやってほしいもんでありますよね。呼んでもいないし、いてくれとも言ってない外国人によって日本人や日本企業に被害出るのは我慢できないですね。69歳だって老化のせいで腹の忘れたかって一瞬思ったんですけど、脳の老化で人間性むき出しになるそうなんですよ。年取って怒りっぽい人は元から怒りっぽい人で、年取っていい加減な人は元からいい加減な人で、そういう風にね元あった性質が年取ると出てくる。元からですね、こいつはですね食いたいから盗むって思考のやつだったのかな。で年取ってそれがますますむき出し、食いたいから取る、取って食えばいいみたいな、そういう思考のやつだったのかな。斉藤元彦兵庫県知事の4人衆の一人、これ4人側近がいまして、副知事、総務部長、こいつ原田浩二産業労働部長、あと一人いんですけどちょっと分かんない。告発者探しは知事の指示だった。百条委員会で証言しました。百条委員会奥谷健一委員長、文書の作成者を探そうということになったのでしょう。兵庫県産業労働部原田浩二部長、そういうことです。奥谷委員長、誰からの指示ですか。知事から、知事からというか結局全体を調査しようと、ちゃんと答えてください。私聞きましたよね、知事からの指示ですね。トータルとしてはそうです。なんか知事から言われたって言いたくないようなゴニョゴニョ、ガン詰めされてましたけども、世論です。こそこそと闇に葬ろうとして失敗。これがまかり通れば内部告発なんてできなくなる。勝手な処分で公益通報者保護法違反、税金使って犯罪行為、いやー聞くに耐えないっす。原田部長しどろもどろ、意を決して告発したのに審議を待たず停職処分なら初めから通報窓口なんて設けんねえ。鋭く追及したのは自民党の県議、です。自民党が百条委員会作るのに熱心だ。自民党は当初ですね、資金援助含む斉藤知事の選挙応援もしていたが、ここに来て改心っていうか斉藤を見放しました。先頭を切って知事を追及する側に立っております今。同じく知事を応援していた維新と公明は態度はっきりさせずにですね、百条委員会設置に最後まで反対したのが維新と公明だったそうであります。維新馬場代表、知事に失礼しました
知事に辞任を求める気はないそうで、維新終わったなーって話が昨日しましたけれども、都民ファーストみたいにですね、地域政党がよたまたま国政になっただけで関西ファーストで政治やられても困るんですよね。今年に入ってから8月末まで倒産や廃業などで34件の米農家が退場、過去最多となった昨年の40件を更新することが確実になっております。2割弱が破産、倒産、残りは後継者不足、廃業、いないもんな米農家継ぐなんて、人はあんましね、そうすると会社の正社員は無理じゃん、入れ替えやから休みますとか簡単にできないよね。世論です。春先でも暑くて田植えがきちい、消費者が自分のことだけ考えて米の値上げを許さないから、田んぼがなくなるわけじゃないから誰か別の人がやるんだろう。大規模農家に移行に伴う痛み、あんまり儲からないのにきつくて不安定な仕事だもんな。普段大して米食わない連中が米がないって大騒ぎしてるもんな。70歳とかになったら休みたくもなるよな。新潟平野ですら休耕だが目立ってきた。これも他の他の全業種の同じくですね、ボリュームゾーン、いっぱいいる団塊経営者の引退と後継者の不在で廃業が多いんじゃないの。8割以上もまあそうだったね。都内でもですね、廃業してしばらく経ってそうなですね、外食の個人店結構ありますよ。まあいわゆる町中華、いつ廃業したんだろう、ここ50年ぐらいそのままかなみたいな、結構ありますね。田んぼはなくなるわけじゃないから、まあ安く貸して他の人に、農業耕してもらうんかなって。田舎だとですね、先祖伝来の田んぼ荒らしてっていうのは重罪なんですよ重罪農地の集約化進んで大規模農業への脱皮が図れるんでしょうか。農家のためにはなりませんけれども、大規模集約農業の方が外国との競争力はあるもんね。ちまちまね、個人の農家がちまちまやるよりもですね、やってたらアメリカのバカでかいトラクター使ったトウモロコシや小麦に勝てませんね。広大な畑をバカでかい機械でガッツガッツとやる、アメリカン農業にちょっと勝てない。日本もいずれですね、専門企業がですね、バカでかい田んぼ1キロ四方みたいな、田んぼをですね、バカでかいトラクターで耕すようになるんでしょうか。そういう風になってくるんでしょうか。今日の単身です。公明党山口那津男72歳、任期いっぱいで代表から降りるそうで、後継は石井啓一幹事長66歳が有力視されているみたいであります。72歳から66歳ってあんまり若返りはできてませんね。同じくカルト団体の共産党と同様に、公明党の代表を決めるのは創価学会の一存ですね。共産党はですね、党名誉役員の不破哲三94歳の一存で決まるんですけどね。まあ似たような、ここも代表選挙やらないよな。ロシア国立研究機関福島原発周辺海域の水質調査は問題なし、汚染水かーって言ってる中国を裏切っておりました。まあロシアもせっせとですね、日本周辺で漁してるわけで、まあそういう漁師さんたちの生活もありますしね。それに福島周辺より北京やソウルの方が線量高いだろう、どう考えても。カムリセダンのアメリカ販売分をですね、全車ハイブリッドにしたところ、前の月の5割増しで売れましたとさ、ボルボが全車 EV 化はやめますって方針転換したりですね、EV に全振りしたフォルクスワーゲンがドイツ工場を閉鎖したりで右往左往して、他がいくら頑張ってもですね、トヨタ以上のハイブリッドシステム作れないからしゃあないっすね。プリウスは1997年発売以来、もう20年近く歴史あるわけだし、現行車両はなんと5代目だそうであります。50代 TBS 社員、既婚者向けマッチングアプリで知り合った40代女性を強姦し書類送検。本名が出ないのは示談が成立して不起訴になってるからかな。TBS 社員だったら
強姦は日常茶飯事ですね。むしろできないと出世できない、ぐらい悪かもしれないな、むしろですね、既婚者向けマッチングアピールという危険な名前にですね、にちゃんの関心は集まっておりました。これって一体どういう存在なんすかね。売買目的で利用するやつですかね。その売りたい女性、買いたい男性が集う場所みたいな、そんなとこなんだろうな。既婚者向けマッチングアプリってこんなの検索したら出てくるんだろうか、聞いたことないけど、というわけで、本が予約開始になりました。発売を お楽しみに、お待ちください。書店や図書館に置いてくれ、リクエストしてください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。